こんにちは、ナッキーです。今日はですね、馬は冬になると毛が伸びます。冬毛と夏毛があります。で、冬結構馬たち、モフモフになるんですね。で、今日はですね、特にモフモフな3頭をこちらにご用意させてもらいました。あちらがアレクですね。こちらがコロンちゃんですね。こちらがマイヤちゃんです。ちょっとこの3頭のモフモフ具合をね、比べていきたいと思います。行ってみましょう。最初はですね、このイケメンのアレクくんです。アレクくん品種はポニーなんですが、ポニーっていうのは割と寒いところにいる品種なので、毛が比較的伸びやすいですね。ちょっと近くで見てもらいましょうか。なかなかのモフモフ具合ですね。モフモフです。モフモフですね。長さどれぐらいかというと、人差し指が1本こう入ってしまうような長さですね。結構長いんですよ。まずは長さをね、見比べていきたいと思います。では2頭目がですね、コロンちゃんです。コロンちゃんも品種はポニーです。割と大きい方のポニーですね。ちょっと毛の長さを見比べてもらおうと思います。なかなかのモフモフ具合なんですが、そうですね、コロンちゃんも、やっぱりこう人差し指、ちょっとアレクよりも長いですかね。1本分ぐらいは入る長さです。これぐらいですね。モフモフです。いいですね。3頭目がね、マイヤちゃんですね。マイヤちゃんは品種はドサンコです。ドサンコなので、北海道でいる品種なので、やっぱり寒さに強くて毛が伸びやすいですね。ちょっと近くで見てもらいましょう。割とモフモフなんですが、どうでしょう、長さ的には。これ意外とね、短いんですよね。アレクやコロンに比べると、短いですね。でもいい感じで伸びてるんですけど、これぐらいの感じです。アレクやコロンに比べれば半分ぐらいですね。色変わるよね。そうです、ちょっと色合いも、冬毛は割とこう白っぽくて、夏毛はちょっと足元見てもらうと、こういったちょっと濃い色をしていますね。長くこの動画を見てくださって、このチャンネルを見てくださってる方ならちょっと気づいてると思うんですけど、色合いが変わります。ではもう一度、今度はですね、足の毛を見ていきたいと思います。体の毛はもちろんさっき見て伸びるんですけど、こう見てください、足の毛、ここの毛ですね。ここの毛めっちゃ伸びてるんですよ。ボフボフですね。これだいぶ長いですね。これもちょっとポニーの特徴かもしれません。ここの毛が長いって言いますね。モフモフですね。はい、続いてはコロンちゃんの足の毛をね、見ていきたいと思います。コロンちゃんもなかなかのモフモフ、すごいですね。もう地面につきそうなぐらいモフモフです。人によってね、この毛をこうカットしてあげたりした方が、手入れがしやすかったりするんでカットするんですけども、僕はあまり、カットしませんね。はい、このままでいいかなと思ってます。これも抜けます、夏になると。モフモフですね。はい、でマイヤちゃんのね、足元を見ていきたいと思います。マイヤちゃんも
結構ここの毛は長いですね。これはもうコロン、まあ、量はコロンのが多いんですけど、長さ的には同じぐらいですね。もう下につきそうなぐらいの長さです。はい、で最後にですね、毛のモフモフ具合を見ていきたいと思います。そうですね、かなりモフモフしてますね。モフモフです、モフモフ。ただやっぱりこう男の子っていうのもあって、割と毛がねがっしりしてる感じですかね。なかなかいい感じですね。こう埋もれたい感じ、モフモフです。モフモフ。なかなかいいモフモフ度ですね。あ、気持ちいい。素晴らしいモフモフ度です。じゃあ続いてコロンのモフモフ度をね見ていきたいと思います。あ、気持ちいいですね。割とやっぱコロンは毛が柔らかくてふわふわしてるんで、肌触りは最高ですね。あ、気持ちいい。いいですね、モフモフです。あ、気持ちいい。あ、肌触りはもう断然コロンですね。素晴らしいモフモフです。で続いてはマイヤちゃんですね。ちょっとマイヤちゃんのモフモフ度を測っていきたいと思います。あ、そうですね、やっぱこう毛の長さがコロンやアレクやコロンに比べると短い分、ちょっとモフモフ度は落ちますかね。でもあのやっぱり女の子っていうのもあって、毛は柔らかくて気持ちいいです。肌触りはいいですね。やっぱコロンが一番ですかね、個人的にはですけどね。まだぬいぐるみみたいで可愛いですよね、モフモフ。でも素晴らしいモフモフ。モフモフ度って何やねん。はい、このようにちょっと冬毛の感じを見てもらったんですけど、品種によってはねもっと伸びる子もいますし、管理によってはちゃんと馬服を着せたり、こう風の当たらない環境にしてあげたらもっと短くすることもできますし、人によってはねこう伸びる子は毛刈り、バリカンでね飼ってあげたりもしていますが、このままでも割と快適に過ごせているのでいいかなと思ってます。あと僕が個人的にこう冬毛の感じが好きなので、馬の、いや気持ちいいな、なんでモフモフにしてます。これが3月ぐらいになると抜け出して夏毛に変わっていくんですけども、またねその毛の抜けるシーズンになったら、抜ける様子とか変わり方をね見てもらえたらいいかなと思ってます。今日は冬毛モフモフのお話でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。めっちゃ気持ちいい。モフモフ。あー、モフモフ。あったかい。あったかい。
終わりです。